どうもバンガロー TV でーす。まあちょっと今日はね急遽ね撮ってるんですけど、宇都宮線だっけ、なんか分かんないけど、高校生にさタバコ注意されたから、なんか暴行加えたやつ、宮本一馬っていうやつらしいんですけど、宮本一馬ちょっとさ調子乗ってんじゃねえよバカ、お前こんなやろ何お前高校生、お前さおめえが悪いんだろっつうんだろお前電車でタバコ吸うねん、ダメよ。でちってさ、何高校生相手にさ入れ墨見せびらかしてんじゃねえよお前、ダサすぎんだっつうの、その報道自体がさ、ほんとねクズっすね、そういうやつ、いらない、もういらないから、いいよ、出てきたらボコにしてやるよお前、なんかさ本当に本当もうしょうもないよね。まあさ周りの大人もさ、まあ確かにねそんなやべえやつがさ電車にいたらさ、まあ怖いってのはわかるけど、もう止めなんかねちょっと動画見たけど、まあ止めてた人もいたけどさ、いやとみんなで止めないってさダメよ、なんか高校生一人の子がさボコボコにあんな土下座させられて蹴り上げられてさ、かわいすぎるよな、にゃんとな、ダメよな、にゃんとな、そんな大人は必要ないよ、もう、お前がボコボコになるべきだから、ねえにゃんだけどね、そうよね、許せないよね、ほんと。まあそうっすね、ちょっと今日急遽、まあちょっと思ったことをね、まあちょっとハイボールっすね、まあいつも通りってことで、じゃあまたね、まあこれちょっとまあおすすめまだこれからあるんでね、引き続き食べてきやーすってことー。